loves you. ゆかりちゃんです。ゆかりちゃん、
はい、牧人くんです。牧人くん、はい、ご苦労さんでした。河野くん行こうかな。バルデス行こうよ、バルデス。うん、もう、あ、バルデス。赤井ちゃん、譜面返してくれる？俺の。16?17? うん、そうだな。河野くん、高賀でね。あの、河野くんのね、お父さんね、河野天生さんっておっしゃってて、ね、昨年亡くなったんだけど、あれだ、作家でさ、俺はだって本持ってたの。それで初めて会った時に、そう、まあ初めてじゃないね、だいぶ経ってから話してたんだよね。うん。で、俺そう感激してさ、やっぱりそう、河野くんと会うんで、いろいろホームページで調べたんだけど、やっぱりね、ものすごく数たくさん書いてらっしゃって、うん、あの青春だから五木ひろしとかああいうのと同じで、そういう作家さんですよね、お父さんね。河野くん、河野くん一番若いのかな、あのメンツの中で一番。まああと井上二郎っていうのもいたけど、どっか行っちゃったけど。え、そう、河野くんはね、いいよ、河野くん、ゆっくりやっていいよ、大丈夫だ、ね、で、こっち生でいいの？俺の方はアンプは生でいい？これ、え、これ何？オールド？フェンダー、アホと？かっこいいアンの時は、え、何？ごめんなさい、アンの時は、うん、初めは僕、初めはっていうか、井上さんのクラスで井上博さんだよ ね。俺の派閥じゃなかったんだ。でずっと井上派、井上派って言われてて、そう、知ってるよ俺が、うん、俺さん、うん、言ってないよ、そのこと言ってましたよ。で、ごめんごめん、あのなんだっけ、アンサンブルのクラスを聞いてない人いるし、鈴木さんがアンサンブルのクラスを初めて、え、俺そう、初めて作る時に、俺純はギターだと思ったよ、俺。違う違う、え、そうなんだ、うん、アンサンブルのクラスでバンドやって、だから初めは理論の授業だけだったんですよ、うんうん、杉さんとは、はいはい、あ、え、何、杉さんと初めは理論の授業だけで、ほんと、で、途中でアンサンブルで、まあ、今でいうフュージョンというか、うん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 、クロスオーバーっぽいアンサンブルの、うん、河野さん、河野さん、あそこ突っ込んじゃってね、分かった、クラスを作るっていうんで、ね、ごめんごめん、え、何、アンサンブルのね、そのクロスオーバーっぽい、アンサンブルの授業じゃないよ、純は、普通のギター、そうなんです、うん、そっちなんです。で、僕はあの井上さんのクラスで井上だからさ、井上さんのクラスでそれで上手くなる、めちゃくちゃあのそれで上手くなる、それで上手くなる、いわゆるオーソドックスなジャズの、うん、オーソドックスなジャズの昔はだってやつしかなかったから、僕はこうギター歪ましてギュインってやりたかったわけですよ。でそういう場が案の中でなくて、ないよ、あの頃は。で、鈴木先生が、俺だって鈴木先生がそのアンサンブルを作って、で そこは何、そこに来たの、そこにギュインって、俺そうじゃないと思ってた。そう、それがそもそもですよ。あ、そう、うん、それでそこのクラスで順が受けて、あれでしょ、俺の魅力に魅了されちゃったんでしょ、違うっけ、それで俺の魅力になって、それでね、あのね、初めてね、あの学校から帰るときに待ち伏せしてた、大体ね、待ち伏せするやつってね、ろくなやつじゃないんだよ。授業の中でだって聞けばいいんだからさ、質問なんか。授業の時間じゃ、ね、いや、本当に覚えてんの、順が待ってたのよく覚えてて、いや、なんか話したいですけどとかさ、めんどくせえな、それね、課外授業、金ももらえねえのにと思ってさ、せこいから、そうそう、授業、順は最初、それだってギターマガジン返したもんね、順ね、うん、そうです、そうそう、最初、めんどくさそうだったって、いや、そうだった、めんどくさかったよ、いや、基本めんどくさいの、そういう人って、あなたも分かるでしょ、生徒さんも、まあまあね、ただ鈴木さんが、じゃあ学校だけで足りないんだったら、家に習いに来いっつって、そう、で、鈴木さんの家も行って、そう、祐天寺がね、来たんだよね、そうですよ、そう、順はうちに来た、うちに来た第1号。うん、それでうちに行くんだけど、ギターの授業はね、あれなの、あのね、テープをね、
何分の1かに遅くしてギター弾いて再生して速くなるのを喜んだりね、そう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 ドゥ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 って弾くとさ、ダカ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 ってオクターブ上がっちゃうけどね、うん、そんなことやってた。ジョージ・ベンソンごっことかね、そういうの。 あとはインベーダーに使えたの。あれはレッスンだったんですかね。いやそうやって言えないよ今は。今あれをレッスンだっていうと やばいと思うんだけど、すごい楽しかったんだけど。10はね、レッスンいくらだっけ。1万円だっけ。多分ね、月1万だったような気がする。1万ぐらいで。内容の濃いことを教えましたよ僕は。そんだけもらってんだから。でインベーダーやって、でパチンコを初めて連れてってもらったのも鈴木さんです。俺そんなことしてないよ。俺してそう。えそうですよ。俺そんなことしてねえよ。した俺、うん、したした本当、うん、まあ純も島もそうだけど、まあ長いね付き合いはね。まあ長いですよ。うん、俺27だったからさ、33年ぐらいだよ、うん、27だよ、27子供だよ。まあ27の先生って今思うと若いですよね。若いよね、毛もあったしね、あの時は。うん、うん、今度すいません、お待たせしました。いける？じゃあお願いします。
河野くんでした。よろしく。ご苦労さん、ありがとうね。